子どうでしょうかね。もうおかげさまで大丈夫、いいです。血圧ちょっと測りましょうかね。11月のとある祝日、クリニックに訪れた一人の男性。なんだか血圧が気になるんですって。138-88 ですね。ありがとうございます、はい、でもまあね、カメラ入って緊張してる割には大丈夫かなと思いますので。訪れたのは神奈川県相模原市内にあるいつもジェネラルクリニック。内科とか整形外科といった診療科を掲げずに、どんな病気も一通りに見るクリニック。院長はキムアミン先生。一番、クリニックを、開業する前も今もこれからもすごい自由にしたいものは優しさです。優しさ、もうそれしかないぐらいです。次に訪れたのはこちらの親子。女の子に熱が出ちゃったみたい。おはよう。今とか痛いとこある？ない？お腹とかどう？なんか大丈夫？あと先生、ちょっとお腹だけちょっと見ていい？ごめんね。お腹の音聞きますね。大丈夫だからね。胸の音もちょっと聞きますね。大丈夫。音は全然綺麗だね。ありがとうございます。ちょっとお口、できる？上を向いて、って言ってみて。っていうの。言える。難しい？難しい。ちょっと待ってね。じゃあちょっとガリガリ君でちょっとやろうか。もう一回上を向いて、おー、上手ですね。上手です。若干のほうが赤いかな。周りに4年生とかいます？幼稚園行っちゃう。鼻もちょっと見るね。大丈夫ね。喉痛くないの？喉痛い？ちょっと痛い？頭もちょっと痛い？ですね、夏に流行る病気なんですけども、ヨレン菌っていうやつがあって、はい、結構こうお腹の症状結構出したりですね、熱が結構上がってしまったりね、上がったり下がったり結構するので、ちょっとヨレン菌だけチェックしましょうか、ね、この日は祝日ということもあって、待合室は朝からずっといっぱい。特に目立つのは小さな子供連れの親子。遊びたい。すごい天気いいから遊びたいよね。インフルエンザの予防接種をして熱が出た男の子。お母さんはちょっと心配だったみたい。もし症状が変わらなかったらどのくらいって。基本3日ぐらい見てください。3日見て変わらなかったらまだ来てください。それは違うってことなんで。そういうもしインフルエンザ副作用とかね、はい、あと急性期のものは3日ぐらいでほとんど治まるんですね。なので3日見て、特に痛みがどんどん強くなるとかね、あとは腫れ上がるとか赤くなるとか、全くそういう所見がないけれども、そういう違う所見が出た場合はまた相談ください。それとまた違う可能性を考えますので、よろしくお願いします、はい、要するに患者様の心配事は本当にこう、もう私は医学をずっともうね、もう十何年間勉強したから、当たり前のことが、患者様は当たり前じゃないから不安になるしかない。要するにその中のメカニズムを知らないと、もう不安になるしかないんですね。これがこうなるっていうこと、なんでこうなるかと分からないと、もう、勘違いしてしまったり、それは勘違いはその別に悪い患者はしょうがない、勘違いをしてしまうしかないっていうね。それをその勘違いかその考えのちょっとこう違いをちょっと説明してあげると安心できるね。そういうのも結構このクリニックの結構こう重要な仕事だと思うんですよね。じゃあ予練期ちょっと行きましょうか。先ほどの女の子の検査結果が出た頃、2つの部屋を行ったり来たり。
大丈夫ですよね。よかったよかった。喉が若干赤いので、おそらく喉風邪、はい、もうちょっとこう、イントエンティーです。喉風邪がちょっとかかって、お腹の症状と、熱も多分これから多分、まあ、7度、5分と8度まで上がる可能性があるけども、そんな心配してなくて、ご飯食べれないとか、寝れないとか、そういうちょっとだけ使ってあげて、本人を楽にして、寝る、食べるということを保てるようにね。はい、本人余裕そうですね。はい、大丈夫だな。大丈夫？まあ、よろしくお願いします。おはよう。ちょっと昨日から、咳が出始めて、うん、でも昨日の夜はひどくて全然寝れてないって言ったもんね。夜中にね。ちょっと待ってね、吸入します。待ってね。たくさん訪れた患者さんを手際よく見ていくために、2つの部屋を使ってよろずの相談を聞くアミン先生。背中の痛みですね。呼吸苦しい。あります？なんか。ああ、でもそれはない。ベーベーするような。だからちょっと肺、呼吸して肺膨らむとちょっと痛い。痛い感じ。どこら辺ですか？背中。うん。さっとも大丈夫。ありがとうございます。これ100点満点99点なので全然問題ないです。あ、はい、これは肺です。これ肺のね、気管支の、酸素化を見るようなので、100点満点、別に100点満点もとなくて99と98で、はい、平常。タバコ吸います？いや、そうなんです。そうですね。自分のね、症状を絶対ググるなっていうね、名義があるんですけども、まずは、ね、そういう感じに安心を得るために、もうしっかり、大丈夫ですって言ってしまうということがね。それにしてもアミン先生いつも大忙し、そんなに世話しなくやらなくてもとも思うのですが、患者さんは次から次へと。はい、よろしくお願いします。急ぐのだけど手は抜かない。患者さんへの説明はその都度しっかりするんです。結構ゴロゴロはしてますね。痛いところはない？すごい痛いところ？いや、それは大丈夫ですね。休日は普段の外来と救急外来が一緒になった感じ。ほとんど休み時間がないまま診療は続いていきました。よろしくお願いします。よしよしよし、お待たせしました。熱かなり高いですね。そうなんですよ。もう昨日かな？昨日ですね。その中でちょっと気になる患者さんがいました。会社は大丈夫でした？会社は理解してくれました、はい、大丈夫ね、はい、まあ糖尿病はないです。あ、ないですね。ないのと大丈夫で、炎症はやっぱ上がってきてるんですね。なので、この足に関して腫れ上がった足と膝にはただれたような様子。患者さんも糖尿病じゃないかと心配だったようだけれど、とりあえずは大丈夫だったみたい。ズボン脱いだ方がいいですか？うん、大丈夫。この上げるだけで、はい。で、この2週間大丈夫でした？痛み。いや、我慢して毎日ロキソニン飲んでました。でしょ？なんでそんな我慢したの？仕事が忙しいの？忙しかった。で、ちょっとやっと落ち着いたんで、で、自分でちょっと、それこそ、やっぱり死んでるとかそういう可能性がある、かなと思って。このね、はい、今この時代でここまで置いておかないの、はい、次からは、ちょっと自分大切にしてくださいね。わかりました。これですよね、これね、仕事で後回しで、結局やってる病院は祝日日曜日しか来れない病院。これがほっとくと本当に悪い、ね、結果になってしまって、救急 ICU、 私が昔働いてた救命 ICU のところに運ばれてくると。その時点でこういう予防ができたのは、やっぱりこのクリニックの大きな意味の。1984年、韓国に生まれ、中学高校は東京で過ごしたアミン先生。一番重要なのは、私の中で一番コア、一番クリニックを、開業する前も今もこれからもすごい重要にしたいものは優しさです。優しさ、もうそれしかないぐらいです。でアミンはそうするのは、そんなにみんななんでそんな優しくできるのって聞かれるんですけども、
でそれを確かになと思ってるんですよ。確かになんでこんな優しさにこだわる、優しく人にできるんだろうなって思うと、自分が優しくされたから、ね、自分が周りの環境、周りの人とか周りのみんなに、すごく優しくされたし愛されたし。大学では韓国に戻り、医大卒業後にはニューヨークへの留学も経験しました。再び来日し、日本での医師免許を取得、救命医として救急医療に携わりました。もしまた誰かのね、私の家族とかね、友達がこれさこうだけどもどうっていう時にしっかり答えられるように、ね、何かあった時にすぐ対応できるような、そういうことしたいなって思ったらもう救命ですね。救急医療に当たる中で、アミン先生の中にある疑問が浮かびます。なんでこんなに重症が来るんだろうとか、あとは軽症、普通風邪なのに救急側に来ちゃうんだろうとか、そういう理不尽というか、まあ、でも不意に打ちないものが結構出てきて、どうしたら患者さんのためになる医療ができるのか。そうして2018年にいつもジェネラルクリニックが会員されたのです。2日後、私たちは再びアミン先生のもとに訪れました。失礼します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、どうですか調子は。特に問題なく、うん、はい、大丈夫そうです。問題なくできてそう。はい、うん、こちらの女性、花粉症の悩みを抱えていました。最初ちょっと痒みが出た。これ飲みつ、もう継続力だけですからね。もう飲み続けです、はい、もうね、歯磨きと同じような感じで、はい、もう習慣化してください。すると全然苦じゃないと思うので。わかりました。よろしくお願いします、はい、じゃあ次は1ヶ月後ね。はい、はい、以上です、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。もうね、すごく良い薬があって、舌下免疫治療っていうね、これは、まあ、簡単に言えばこういうもんなんですけども、簡単に言えば杉を毎日毎日入れることによって、少しずつこの杉が体の敵じゃないと、友達だってことを教える。それが3年ぐらいかかるんですけども、でもこれは今のこのね、花粉症の治療と違って、もう完治する可能性がある薬なんで、しかも副作用もすごい少ないし、あとはクリニックのなんかクリニックのレベルでもすごいできるすごい治療なんで、もう私はすごい推してますね。でも患者さんにとってより良い治療とは、アミン先生の探求は止まりません。最初はね、不安だったんですね。これが本当にみんなが必要なのかなと、私だけ、自分だけで思うことであるじゃないですか。自分絶対これいけると思ったら全くみんなは需要がないとか思うんですけども、この1年半で私確信を持ったんです。もうこれは必要、こういうところは絶対必要だし、でこういうところがうまくいくには優しさが一番重要ってこと、それがすごく何て言うんだろう、確信を今持ってて、でこの確信今持ったので、あとはもうこれをね、もっと強くして、でもっと仲間を増やしていくしかないので。アミン先生の思いに満ちたいつもジェネラルクリニック、これからも自身が信じる医療が優しさを育んでいきます。ちょっと明日は休みなので、ちょっと休まないといけないですね。